分付け、ビシエドの成績がこちら。目を疑ったわ。素晴らしい成績。ドラゴンズのビシエド選手が、現在2軍で干されていると話題になっている。彼より成績の振るってない中島選手を昇格させ、ビシエドは2軍にいるままだ。しかし、彼の成績は打率3割7厘、3本塁打、8打点の活躍で、4番を打っている。3割打ってる選手を1軍に上げない立浪さん。もう本格的に終わりだよ、この球団。井上監督も上げるように交渉してほしいんよな。これは中田翔との契約に暗黙の了解があるね。森野や井上は彼を評価してる。立浪が嫌ってるから1軍に上がれないんだよね。マジで辛いよ。ビシエドを上げないとか組織として機能してない。中島とビシエド、どちらが怖いかは明らか。裏でトレードの話とか進んでたら泣くわ。スタメンでビシエドがいるとマジで恐怖感やべえ。オールスター投票で、ビシエドを1位にするしか方法はないね。立浪がやめんと無理だよ。彼の野球人生を壊すな。記事を見て思ったことはコメント欄へ、高評価もぜひよろしくお願いします。